皆さんこんにちは、今日はこの特別な日に特別なバイオリンを、弾かせていただく機会をいただきまして、短い間ですけれども皆様とこの、不思議な、運命をたどったバイオリンの音を聞いていただければなと思いまして、月の頭にですね、今月頭にこの楽器をお借りしたんですけど、やっぱバイオリン弾きにとってバイオリンっていうのはものすごく特別なもの、もちろん特別なもので自分との相性が合うかなとか、まあどのような種類の音質を出しやすいのかなっていうのは、すごく興味深かったんですけれども、とても、優しくてとても僕は好きな音色で、とても今日は気分よく弾けるんですけれども、そうですね、ロシア人の方が持っていた1900年代初頭に作られたこの楽器なんですけど、後ほどロシアの曲も弾きますが、せっかくなので、そうですね、先にロシアの曲聴いていただこうかなと思います。では、1曲目に聴いていただいたのは皆様ご存知の浜辺の歌ですけれども、次はじゃあロシアの、チャイコフスキーが作曲しました、感傷的なワルツという曲を聴いてください。
はい、ありがとうございます。では続きましては、バイオリン被爆ピアノの方がね今、違うところにあるのでバイオリン1本で、私は弾かせてもらうんですけれども、続きましては、バイオリンちょっと専門的な曲になってしまうんですけれども、バイオリン1本といえば、バッハの無伴奏曲というものがあるんですけど、その中から、シャコンヌという曲を弾かせていただこうと思います。これは15分ぐらいあります。そして、もうテーマは何でしょうね、とても普遍的なものなのであまり多くを語る必要ないと思うんですけど、まあ、あのバッハのバイオリンのための、曲といえばこれという曲をちょっと長いですけれども1曲聴いていただこうと思います。
ありがとうございました。次はですね、バイオリンといえば、パガニーニという作曲家がいるんですけれども、その人の、カンタービレという曲を聴いていただきたいと思います。イタリアの作曲家なんですけれども、このパガニーニさんはとても、メカニカルというか技術的な、ことをバイオリンの技術を最大限まで高めたんですが、それと同時にとてもロマンティックな旋律を書くことで有名な人でございました。で、今回はですね、ちょっと、被爆バイオリン、あの音の質がとてもいいので、歌う方のパガニーニをお聴きください。